関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日は各地で日差しが届き、お出かけ先からのリポートをたくさんいただきました。その中から1枚、こちら神奈川県相模原市の午後のウーロン茶さんからは、梅雨入り間際の晴れということで梅雨に似合う花を探しに来てみました。日向にいても風が爽やかで、間もなく梅雨かなと思えませんとリポートをいただきました。色づき始めた紫陽花の花は恵みの雨を待っているようにも見えますね。では明日の天気はどうなるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。明日も北部南部ともに晴天スタートです。昼間は各地で25度前後まで上がって汗ばむ陽気になります。ただ夕方からは雲が広がって、だんだんとムシムシとした体感に変わっていきそうです。また予報センターの見解によると、関東の梅雨入りは13日頃とのことですが、今年の詳しい見解は携帯サイトをご確認ください。それでは、ウェザーニュース。